一切年下の恋人がめっちゃいじってくるんだけど、どうしたらいいなんて言われんの <laughs> なんでいじられんの <laughs> なんでいじられんの <laughs> 聞きたいわ。なんでいじられんの俺も、嫁とかに悪い言い言われたと言ったり、嫁から言われたりするんだけど。おめえはな、やらはってっからな、あれだな、うちのむす、俺たちの息子と娘がかわいそうだなぐらいのいじりしてるけど。せや、おめえがあれだろらが、おめえ おめえの頬骨とバランス取れてちょうどいい子供生まれてくんだろうかみたいな。俺が頬骨張ってて、嫁がエラ張ってるから、ちょうどいい、顔の形的にはちょうどいい子供が生まれてくんじゃねえかみたいな。なんていじ、なんていじられてくんのパーフェクト片桐ハイリが生まれてくる。片桐ハイリさんさ、頬骨出ててさ、エラ張ってんじゃん。だもう肩桐ハイリ生まれてくるっしょ。楽しみだわ。めちゃくちゃ。ハイリって名前つけよう。女だったら。 加藤さん結婚を考えたと3年同棲した彼女にセフレがいることが発覚しました。行為は月1回程度のレスだったので、欲望を満たすためだと思うんですけど、相手がよく飲んでいる高校生の同級生でした。彼女のプライベートを信用することに、加藤さんとはどうしますか <laughs> <coughs> <coughs> 難しい問題だな。まあ、別れていいんじゃないなんでバレたんだろう。別に自分がバレないように参考にしてほしいとかじゃないけど。 参考にさせてほしいとかじゃないけど。<laughs> こいつ浮気の常習犯やぞ <laughs>。あの、浮気の常習犯に聞くんじゃねえや。どう考えても罰が悪いだろう。うっせえやん。うんら許してやれやって言えねえだろ、俺の視聴者だったらや。らそういうの、家庭奴に聞け。お前、こっちとら浮気の常習犯やぞ。お前の敵が敵国の人間だぞ。聞くんじゃねえ。そういう系の話は。都合のいい話ばっかり聞いてこい、俺に。N 国の話してこい。 釈迦に聞け。その話は。ダイアン津田に聞け。津田さんも浮気してるでしょしてるべよそりゃ俺知らないよもうモテるもんだってこの米なんで生まれてくる確率、人間が生まれるくらいの確率に近いらしい。いや、違う。あの、プールに、あのー、ね、時計をバラバラに投げ捨てて、かき混ぜて、それ、その時計が、 さら、再度完成するぐらいの確率だって。